皆さん、死ぬのって怖いですよね。でも生きてくのっていうのもめちゃくちゃ大変ですよね。もう右に向いても左に向いても辛いことばっかり、もうどうしたらいいんだよって悩んでいるあなたに、素晴らしくおすすめできる書籍を今回発売することになりました。今日は本の宣伝をさせていただきたいと思います。ということで本日12月16日発売となりました僕の新しい書籍、こちら映画を教える幸せな生き方、こちら角川さんから出ます僕の新書でございます。記念すべき2冊目の本でございます。拍手ありがとうございます。ということで、僕の2冊目の書籍、こちら霊が教える幸せな生き方、僕の、まあ、前回出したこちらのねやばい生き量、これはまあなんだろうな、ポップな心霊論という僕の公文社さんの方で連載させていただいてる、なんとなく面白おかしく幽霊のことをキャッチーに、読めたらいいなっていう書籍だったんですけれども、今回のこの霊が教える幸せな生き方という本はどちらかというと、まあちょっと真剣に話してるような内容になってますね。幽霊とは何ぞやっていうことと、幽霊というのはどう見ていけばいいんだろうなっていうふうなことがたくさん書いてあります。例えば僕が動画内で話しているようなことを文章で、書いてたりしますね。幽霊というのはどういう存在で、どういうふうな受け止め方をすればいいのか、やっぱり動画で見るより文字で見た方が頭に入りやすい人っているわけですよ。まあ逆もしかりですけどね、そういう方のために文字で入れた方が記憶に定着しやすいよっていうふうな人のために、幽霊とは何ぞやっていうのを改めてぎっちり書かせていただいてますし、それに加えて生き霊というのはどう見えてるのか、まあ、僕はテレビなどで生き霊チェック、芸能人の人たちの生き量チェックとかをしていますが、それって何が見えてんの、文字でダーンと見えてんのか、それとも違う見え方がしてるのか、その辺もねこんなに詳しく書いたのは多分初めてなんじゃないかなっていうふうに思いますね。どういう世界を見ていて、どういう判断の仕方をしているのかっていうのが、まあぎっちり書かれております。ぜひ気になる方は手に取っていただけると嬉しいです。あとですね、まあ僕の中で、まあ幽霊に向き合うというのはどういうことなのかっていうこともきっちり書いてあります。心霊とはなんだよっていう話とか、生き量とはこうだよっていう話をたくさんいつもこの動画内でしてると思うんですけれども、それを考えることによって、じゃあ僕たちっていうのは何をキャッチすればいいんだろうっていうことなんですよ。死んでる人について考える、生き霊について考える、いろんなものについて考えてみるっていうのをずっと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 咀嚼していくことによって、一体何がゴールなのっていうことって結構難しいじゃないですか。だって目に見えない存在、ほとんどの人が目に見えるわけではない、で生き霊だってそうなのに、それを咀嚼することってなんか意味あんのっていうふうなことになるじゃないですか。ところがね、そこに意味があるんですよ。幽霊を考えるというのは生きるというのを考えること、死を考えることというのは生について向き合うことだと。僕がなぜこういう心霊動画とか幽霊に対して解説してるのか、なぜ世の中にこういうものを、まあ、自らボンボンボンと発信してるのかっていうののある種答えみたいなものが書いてある本になりますね。幽霊とか、まあ、そういうものについてズン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 咀嚼していくと、まあ、自分というものと向き合えるようになるし、自分の人生が開けるようにもなるし、いい方向に行くもんなんですよ。別にそんなもんじゃないんですよ。幽霊とか魂とかのものを考えることって、目に見えない力にすがるとかそういうことではなく、現実的に自分という人間をレベルアップさせることにもつながっていくんですよっていうことが記してある本になります。もちろんそれ以外にも、なんか目に見えない力に幸運をもたらしてくれよっていう人もいるだろうし、そういう人は何をするのがじゃあ一番手っ取り早いのかとか、悪霊とかね、不運なもんとか悪い幽霊とか引き寄せたくないなっていう人ってたくさんいるじゃないですか。怖い人っていると思うんですよ。怖くない人もいると思うんだけど、怖い人にはこれを読んどけば、まあ、ある程度ね、ある程度悪い霊を引き寄せない法則とかっていうのもいろいろ書いてあります。とにかく僕の幽霊に対する知識みたいなの、今のところ総まとめの一冊目になってると思います。まあこの本を一冊読んでいただければ、まあ、僕が言っている幽霊の世界、そしてそれを発信している意味とか、全部が分かるような内容になってると思いますんで、ぜひぜひ店頭で手に取ってみて、あ、ちょっと面白そうかもって思ったら、ぜひ購入してみていただけると嬉しいです。Amazon、楽天などでも購入できます。もちろん書店でも購入できます。本日12月16日発売、霊が教える幸せな生き方、角川さんからの販売になります。ぜひこの僕の YouTube を見続けてくれてる人は全員見てみてほしいなっていう風に思ってますね。僕のいろいろ頑張った集大成みたいのね、一度でいいから覗いてみてください。ぜひぜひお願いします。損はさせません。むしろ幸せになるんですよ。だから幸せな生き方って書いてあるんですからね。辛いなっていう時にこれがありゃ、まあちょっと前向きになれるかなっていう風に思うので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。合わせてこっちのポップな心理論の詰め合わせ、やばい生き量の方もよろしくお願いします。どっちも絶賛発売中です。ということで今日はですね、新しく出る書籍のちょっと宣伝をさせて
させていただきました。まあ本当にね、嘘偽りなく目次の時点で今言った内容のことが並んでいるので、ぜひぜひその部分だけでもちょっとちらっと読んでみてもらってもいいかもしれません。皆さんにもっともっと素敵な生き量ライフをお送りできるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ概要欄に、販売リンク貼ってありますんで手に取ってみてください。よろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。